きっといろいろな場所ですでに聞いているのではないか。将軍様が求めているのは無念無臭の永遠、浮世の執念を捨て不変の永遠に執着する。雷帝と稲妻は刹那に去りゆく。だからこそ永遠を望むのです。いい、望むだけでは足りません。必ず永遠をこの手、無我の境地見切りました。裁きの雷槌、魔物とはとても恐ろしいもの。この身が誕生した意義も魔物に耐えるためです。そしていつか内なる存在は永遠に触れることができるでしょう。ここより弱滅の時、逃げ道はありません。浮世の風景は幾千年も変わらないというのに、人の世とはこうも白露と泡のように儚い。将軍の言ったことは無視してください。甘いお菓子が好きです。虫歯になったら変えればいいだけのこと。永遠の追求に影響するわけがありません。